ゆなです。レイラです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今回は2人のスマホの中身の紹介をやっていきたいと思います。イエーイ。どうなっているのでしょうか。早速ね、やっていきましょう。それではどうぞ。ということで、私のホーム画面は愛犬のレイです。そしてロック画面も愛犬のレイです。でも普段は K-POP アイドル、好きな K-POP アイドルにしたりとかしてます。はい、はい、推しです。推しにしてます。でもそんな綺麗じゃないと思うんですけど3ページあります。1、2、3。じゃあ私のおすすめのアプリは Duolingo っていう、なんか勉強できるやつで、韓国語とか英語とかをなんか学べるアプリがすごいおすすめです。なんか短時間でできるし、やればやるほど楽しいっていうか、結構ハマりますのでおすすめです。で、あとでもなんか私は結構まとめます。バンバンバンって一個一個アプリがあるより、一個一個カメラでまとめたりとか、 SNS でまとめたりとか、ミュージックでまとめたりとか、 TV とかでまとめたりしてます。私は韓国ドラマを見ることが好きなので、プライムビデオとか入れてます。あと一番下の4つはよく使うので、電話と LINE と音楽聴くやつですねと設定です。ここはそんなにあんまり使わないかな。で、なんか左側に行くとこうなってて、今の充電何パーセントとか、今日何日とか、天気とかすぐ見れるようにしてますっていう感じです。はい次、ゆなちゃんどうぞ。はい、今行きます。ゆなのホーム画面はこんな感じだ。ちょっと雲みたいな雲みたいな感じのやつです。で、ホーム画面が綺麗な海みたいな感じです。綺麗、綺麗だなと思ってつけました。ただ普段はこっちの画面も推しなんですけど、ちょっとね、あのジャラッケとかの前でね、ちょっと出せなくて、これも結構いいなと今日設定して思いました。うん、かわいい。で、私は見た画面あります。なんかこっちはもともと推しの画像を入れてたんで、なんか暇な時とかにこうやって推しの画像をこうやって見て癒されたりするように、こちらも空白で作ってあります。すごいすごい、めっちゃ。で、こっちの普通にアプリが入ってる方は数字いっぱい来てるんだけど一番上の4個は、左上がなんかよく使う自分で入れないやつってあるじゃん、なんか自分で入れなくて元々から入ってるやつとか、普段日常生活でまあちょっと使うよみたいな感じのやつです。で、この画面が画像を加工するゾーンくくりで、ここが動画を加工するゾーンで、動画を加工したりとかするゾーンで、あんま使わないけど、動画カットしたりとかね。で、これが自分の使ってる自撮り用とか物撮り用とかのフィルターをね、変えるためのなんかカメラアプリを入れてます、うん、で、これがなんか自分で入れたやつここはちょっとよくわからないやつを入れてます。で、ここがなんか動画見たりとか、あんまりよくわかんないんだけど、なんか ZOZOTOWN とかも入ってます、 YouTube と一緒に。ここはなんかよくわかんないです、くくりが。で、ここが SNS 系も入れてます、うん、で、ここがショッピングとかそういう系を入れてます。ここはゲームです。適当にそこからは左に順に音楽系とか、ダイエットの体重管理とか、カレンダーとか、勉強とか、漫画とか、コスメの口コミだったりとかっていうのが見れるアプリが入ってます。私は好きな絵文字とかをこうやって設定したりとかもあるんですけど、動画とかだったりしたらこういう絵文字を1個使って1つの括りにまとめてます。カメラだったらこういう感じとか、ゲームだったらこういう感じだったりとか、ありやすいです。わかりやすくできるようにまとめてます。で、なんか下の4段はショートカットっていうアプリを使ってお姉ちゃんに作ってもらったんですけど、なんかいちいちこれを開いたらショートカットに行ってアプリが開くみたいな動作がめんどくさくて、結局この4段はあんまり使ってないです以上です。
はい、ということで、はい、皆さんどうだったですか？結構質問がね、なんか私よく携帯の中身とか紹介してほしいっていうインスタとかでもコメントがよく来るので、あ、いい機会だなと思いました。参考にしてくれると嬉しいです、ね、です出てるアプリとかね、なんか一緒のがあったら嬉しいよね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。